こんにちは。聞こえてますでしょうか。本日もよろしくお願いいたします。Physicists think we might have a new exciting dark matter candidate. はい。どういうこと ?Physicist。物理学者。はい。Think。考える。We。私たち。Might。もしかして、もしかしたら。Have a new。Have は持つ。New? 新しい Exciting? なんか、また Exciting! Exciting! 喜ぶんじゃなくて、なんか、なんていうの日本語で。なんだ期待期待、うん、期待がでかいね。うん、なんていうの日本語で。期待の大きい。まあ、興奮するとかも。そう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 。ね、そう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 。興奮するような。Dark Matter! ダークマター。ダークマターって何なんだ。なんか宇宙の、宇宙の、宇宙のなんかだったよね。あれ、あれ、顕微鏡。candidate、candidate。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 candidate じゃない。candidate わかんないか。なんか、なんてことある。候補って。あ、そう、なんかさ、候補って。前セレクションですなんかさ。そうだね。候補って。候補ってなんだ。で、なんか、この人、なんか候補っていうか、なんかさ、例えば選挙みたいじゃん。そうね、選挙の時。この人がいいっていう感じ。例えば、トランプがいいって、トランプが候補の人。例えば、大統領選ぶ時。選ぶんだよ。プレジデント選ぶ時。選ぶ選択肢のことを候補って。トランプがいいですって。いや、クラリン・ウィントがいいです。やだ。はい、オッケー。はい、じゃあどういうことでしょう、全体的に。わかんない。物理学者は、物理学者は、私たちは、物理学者は、私たちじゃないよ。物理学者は、物理学者は、私たちが、新しい、興奮するほど新しい、ダークマター感じて、そう、あったら候補持ってるかもしれない。ダークマターの候補を持ってるの？違う。候補に対して have って使っちゃうんだよ。だから、新しい候補が、候補として見つかったものがあるってことです。え、じゃあダークマターが見つかった？お、ね、どういうことでしょう？新しいダークマターが見つかった。ね、どういうことでしょうね。だって前にダークマターになったんだけど。なんかなったことある。はい。What's dark matter? ダークマターってなんだ？なんか、X レイ、はい、私に向かって話してね。X レイの、なんか望遠鏡みたいなやつでしか見られない。なんだっけ。見れるの？ダークマターって見れない、見れない。見れない。違う、X レイみたいなやつしか見れない。What's X レイ？X 線ね。X 線で。前やったことを見ながら喋っちゃダメだからね。はい。自分だけの決めといて。なんか緑色のみたいなやつ。わかる？ダークマターって知ってる？聞いたことはある人？聞いたことあるっていうかな。もう聞いたことある。どこにあるの？ない。ありません。ここにはありません。ダークマザーじゃない、ダークマター。はい、日本語だと暗黒物質って言いますね。はい、よし、はい、ちょっとちょっと試していい、私新しい、暗いお母さん、新しい技を私手に入れました。技って、ダークマターを使って、違う、 YouTube 見てる人だけは分かるから後で見て。はい、ね、普段は、ね、こういうことやらないんですけど。やらないって。ん？え、何をやらないの？YouTube の人たちに向かって話しています。え？ね。普段はやらないんだけれども、
あのちゃんとね、見た目で分かるようにちょっとしてみました。何を見た目で分かるか？どうやって？それは YouTube 見れば分かります。君たちに話しかけてないのに。ね。ね。OK。暗黒物質です。Dark Matter。はい。暗黒物質。ね、ユニバース、はい、ギャラクシー、はい、宇宙にあるんだよね。そうだよ。でもね、うん、でもね、ソーラーシステムがね、こんなにチビなんだよ、あそこで見ると。お、よく知ってるね。で、右側ぐらい、右側、はい、はー、太陽系だっけ？太陽系、その通り。はい、この中に、これなんていうの？言ってたら。ギャラクシー。ギャラクシー、うん。ギャラクシーって日本語で？銀河。銀河、そうね、これはね、銀河の絵だけど、まあ、私が今、話し伝え、みんなに伝えたいのは、宇宙についてね。宇宙は私だ、はい、宇宙に、まあ、銀河があって、銀河の中に、ソーラーシステムがある。太陽系があって、太陽系の中に、太陽系の中に地球がある。地球の中には日本語で人がいる。先に進めます。はい。じゃあ、この宇宙って何でできてるの？はーい。はい。ビッグバン。ビッグバンでできてるの？そうだよ。ちょっと日本語おかしいね。ビッグバン。ビッグバンでできてるってことはまだビッグバンってこと？隕石。になっちゃうじゃん。隕石でできてる。はい。宇宙はなんかガスみたいなやつでできてる。ガスか。ガスみたいなやつがなんかブッブッって使って。他の人も全員発言したいな。それでちっちゃい星ができてる。全員発言したい。全員発言したい。星。ん？原子。アトーメン。原子人。原子人だって。ヘリウムとか、おお。原子の種類、ね。ビタミン C 出てきます。そうなの？違うよ。はい。うん、原子ある。原子以外は？え？うん。あ、なんかビッグバンでできガスみたいな。ビッグバンってものじゃないよ。出来事の名前。ね、ビッグバンって出来事の名前なの。火か、うん、火。なるほど、面白い。なんかガスみたいな。じゃあ、普通、まあ、原子。オードラ？原子以外のものでもできてるんだけど、知らない？もう一つ言ったよ。オードラ？違う？一つ言ったよ。私が言ったよ。え、もう原子。もう、原子以外のもの。言ったやつ、なんて言った？もう言った？ギャラクシー？銀河。ん？ギャラクシー。言ったじゃん。今日何の授業？ダークマター、正解。そうなんです。え、ダークマターでできた？はい、めちゃくちゃできてるじゃん、ダークマターで。ね、そうなんだよ。すごくない？待って、ダークエナジーだって。お、いいね。マターが 26% で、5% がノーマルマター。はい。そう。実は宇宙っていうのは、うん。宇宙はユニバース。あ、だから黒いんだ。はい。多分違くや。普通の物質は原子？普通の原子とかでできてる物質は何パーって書いてある？ 5%。はい、たったの 5% です。みんながすべてのものができていると思っている原子はたったの 5% で、26% がダークマター、暗黒物質で、ちょっと待って、69% はダークエネルギー。あ、待って、暗黒エネルギーと言われているもの。待って、だから何が黒いの？はい、だから宇宙が黒いの。彼女が言ったの。彼女が黒いって言ったの。はい。そうだね。だから宇宙が黒いんじゃないかって思ったんでしょ？待って、ノーマルマターは青色なの。待たないよ。待って。あなたが待って。はい。ね。はい。今日やりたいのは、まずは、ダークマターのことを習う。そうだね。確かに。はい、今日ノーマルマターまずはノーマルマター、はい、普通の物質について知らないと、うん、今回の新しい発見、ダークマターが何なのかっていうことが分かんないので、うん、前回は生物についてやったけど、うん、生物よりものすごい細かい世界に行きます、ね、でも宇宙はあんなに大きいのっていう話だ、はい、まずはもうね、世界一、さっき言ってくれたから、はい。ね、これ何？そう、原子。
そう、普通の物質っていうのは原子でできています。あのさ、手あげたら必ず当てるって言ったっけ、その話して。そう、今日ね、ものすごい量のスライドがあるからね、いつもみたいに君たちが話してると多分全く終わらない。で、YouTube で見てる皆さんがね、え、この後どうなんのどうなんので終わり、モヤモヤするから、うん、ね、ちゃんと、ね、手を挙げてても飛ばすときは飛ばすからね、今日は、うん、はい、原子、英語ではアトムですね。はい、みんな分かんない人のために一応書いて、一応書いてあげよう。それ世界一ってこと。そうだよ。原子。OK、映ってる？よし。はい。ね、アラン、うん。物質っていうのはすべてこういう原子でできています。どれぐらいの大きさなの？めちゃくちゃちっちゃい。0.00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 
はい、じゃあ後で出てくるから 0.000 って0何個言えばいいのか後で出てくるから、ね、10回ほぼ10回、まあ、9回か10回ぐらい。はい、静かにしましょう。はい、次。こんなに原子って種類あるんだよね。いっぱいあるよね、はい、アクセジェンとかね。これなんていうの？え、チャート、チャート、ペリオディックテーブルオブエレメンツ。日本語でなんていうの？え、ペリオディックテーブルオブエレメンツ、周期表、正解。全然わかんなかった。ね、大事、日本から金。そうね、今日は。あ、だからこんなに時間が長い。周期表です。映ってるよね。私がタイプミスしてんのも全部バレバレ。じゃあ YouTube の方、ね、はい。そう、周期表。こんなに、まあね。今でもこれ何種類ぐらいあるってある？100個？100以上ある。103？ 103よりあるんだよ。え、500？ お、118見つけた。118番あるね。うん、え、500？ そう、ここでは118、一番右下118ね。うん、118まであるよね。うん、でもまだまだ119番、120番っていうのはあるんだよ。なんであるの？だってこれだったらみんな手あげるんだぞ、積極的に。はい、負けないように。はい、どうぞ。だってあ、だってメッターがこれだけしか載せてないのは、このスライドではこれしかはまんないから、めちゃくちゃ多いから。違う、これはが基本的な数です。じゃあ119番120番とかはどうやって存在し得ることができるんでしょう？わかんない、ね、いろんな人に答えてほしい。はい、お、何か2つを合成した。あ、DNA と一緒に。いいね。え、なんで DNA の話出てきちゃう？今、生物の話してる？はい。そう。それも手です。つまり、人工的に。動物。ああ、なるほど。ではない。なんで生物の話にまたなってるんだっけ？はい。ね、人工的に私たちは、ね。原子でめちゃくちゃ。そう、新しい原子を作ることも今可能になっています。だからこの中で日本で開発したやつあるよ。なんて、リヌ、ニホニウム。え、何それ。ニホニウムっていうね、日本が作ったっていうのもこの中に入っています。あ、だからニホニウムなんだ。そう、ニホニウムね。あ、どこあるよ。ニホニウムは113。93。え、どこ？
一番下の下の下です。 あったあった日本 NP だって日本ニウムか日本ニウム、うん、あめちゃくちゃ日本アピールしてるか、うん、P だよだって NP に違うか違う間違ってる私嘘ついてるえ、うん、なんで、うん、だって93ネプチュニウムだもん本当113、113どこにあるの113緑の左下緑の左 下あー NH 日本ヘリウム日本ニウム日本ニウムこれはまあね他のいろんな国ももう作ることはできているんだけれども日本が初めて成功したんじゃないかっていうことで日本ニウムにしてくれました名前ね、めちゃくちゃ世界優しいじゃん、はい、日本は世界一優しいっていうか日本ちゃんと作ったんだよだえ待って韓国は作ってないのアメリカは作ってないのとかある後でちゃんと調べてみてそういう名前のやつあるよはいうーんもうこれが嫌だちょっと周期表っていうの消そうあとは共感してあげるよ大丈夫はいさっき言ったけど君たち同士で話すのダメ今日はライブ配信中だからはい、ね、なんとこのねこのグラフも私今日初めて発見したんだけれども実は普通の物質って言われているところさらに細かく分けることができてなんて書いてあるまず左の円グラフの 4% より4% より少ないっていう4% に作られるこれなんて書いてある Free hydrogen and helium、うん、Free hydrogen and helium 何のことわかんないえ、待ってフリーはあ、ただ、じゃあ、いや自由ね、自由なhydrogen は H あ、H2 水素、うん、そうね、hydrogen 水素そして helium はヘリウムこれ1番目と2番目の原子。あの周期表のね。すごい、うん。1番目と2番目がめちゃくちゃ多いってことですよ。あよえね単純だから。え、じゃあなんでこれ 4% だけなの 4% だけちっちゃい。5% か1%ぐらい。あ、じゃあなんだこの普通の物質自体がほぼ 4% ぐらいしかないって言ってるのに、ほとんどが水素とヘリウムって言ってんだよ、これ。他はダークマターとダークエネルギーでしょ？え、待って、あの黄色いの何なんじゃ、うん、そういうことだよ。星？え？読めるでしょ？こっちこっちから消える。うん。はい、4%、うん、ちょっとだけあるのが、スターズ。まず、スターズって何？星ちょっとしかない。星だよね。ねえ。これで、ちょっとしかないなって思うの面白いけどね。え？ほぼ物質のほぼ全ては星だってことでしょ？宇宙の。ね、あの水素とヘリウム以外ではそうだね。で、うん、ニュートリノっていうのは聞いたことある人？ニュートリエンツ。お、ある。聞いたことある。ニュートリエンツじゃないよ。栄養じゃないよ。なら違う。ニュートリノだよ。じゃあ違う。ね、うん、まあ聞いたことあるかもしれない。うん、最近ねそういう発見されてる。髪おかんで。そう。ね。はい、ニュートリノ。はい。で、やっと 0.03% がヘビーエレメンツ。普通の物質ってこと。重いってこと？ね、今まで、あ、4-5% は普通の物質だよなって思ってたと思うけど、普通の物質って言えちゃうのは 0.03% です。他は宇宙にある星とニュートリノとほぼ普通の物質今話してます。あ、フリーハイドね、そう、水素とかヘリウム。はい、ちなみに水素とかヘリウムあれって思うのは、この中のもので水素とかヘリウムで作られてるものあるんだけど。ダークエネルギーってこと、ダークエネルギー普通の物質ってことだね。あ、ダーク、あ、星。Yeah.Dark matter. Heavy element. そう、星だよね。なん代表的な星は？太陽。そう。太陽は
水素が爆発してヘリウムになってる、ね、水素が爆発してヘリウムになってるのが星。でもだからここに free って書いてある、自由な、ね、集合してんじゃなくて、もう宇宙に散らばってるってことね。水素原子とかヘリウム原子。よし、はい、じゃあみんなね、普通の物質原子で私たちのね、世界はできているんだっていうことをあんまり想像しがたいと思うんだよね、うん、想像できてる？できてる。原子人、原子人の原子って全然原子、この原子と違うよ。その原子ってどういう意味？はい、昔原子最初っていうね、はい、最初のっていう、はい、そう、あ、皆さん YouTube ご覧の皆さんは今日はあのね、普段英語だけでこのワークショップをやっている子たちも来てます。なので、日本語がね、ちょっと下手くそかもしれない。ああ、私ちょっと下手くそ。そうだよね。私も子供の時は下手くそでした。はい。ね、じゃあ見てみましょう。ご覧ください。綺麗。この人誰？この人めちゃくちゃ綺麗じゃん。綺麗なんか。え、綺麗じゃない？女優みたい。はい、今話す時間じゃないよ。あ、してこういうの見たことあるか。これテクニックのおじさん、話す時間じゃないよ。どんどん離れていきます。地球だね。私が英語読んで、地球と月ね、さらには、うん、太陽の周りを回ってますよね、いろんな隕石とかもある。はい。inner planet、惑星、ね。内惑星、外惑星っていうのね。クーパーベルトっていうね。いろんな、もう水、氷の集合みたいなので覆われています。ね。はい。で、一応ね、みんな太陽系円盤だと思ってるけど、ちゃんと球みたいな形ちゃんとしてますからね。はい。で、たくさん星が周りにあって、はい。ね、星雲って、はい、やっと銀河、天の川銀河だあれ、はい、で他の遠くに見えてるのはもう星の大きさじゃなくて全部銀河がたくさんある。でなんと銀河が集まるとこのようになんか網みたいな状態になってんの。これが宇宙の全貌です。戻っていきましょう。ねえ、なんかこれもしもさ、大きいスクリーンにしたら、地球に戻ってきました。こっからが大事ね。私たち人間も含め何でできてるかっていう映像になってる。入っていくよ。ね、これ血管だ。血管の中にはこの間もやったけど、赤血球もあるけど白血球ね。これは白血球の中に、お、 DNA がある。 DNA の中にセル、はい、DNA の中にセルセル、really? 違うよ。セルの中に DNA。 あ、そっか。はい、もう原子になってる。うん、あれ、もう原子の周りの電子だ。これ宇宙だと思えばいいんだよ。あ、そういうことか、宇宙だ。確かに宇宙だ。で、やっとここに原子核、原子の中心。あ、宇宙だ、すごい。ね、で、さらに、こういう青、赤、緑のやつあったね。本当にそういう色をしてるのかはわからないけれども、そういうもので。宇宙綺麗。ね、やだ、ここめちゃくちゃキモい。あ、ここ見ちゃったんだ。なんだと思った。はい、以上。ね、私たちはみんな原子でできていましたね。そうだよ、そうか。そうだよね。じゃあ、あの原子がめちゃくちゃいっぱいあるってこと？うん、すごい。もうちょっと、ゼロ何個言えばいいかわかんないぐらいの数あるってこと。
1、0何回言っていいか分かんないってことは、それに名前ついてないってこと、無限大数ぐらい。じゃあ、無限大数、無限大数。じゃあとか言えないってこと。じゃあって言えない。言えないってこと。はい。ね。つまり、今お分かりになってもらえたかと思うのは、ね。こういうふうに、すごい細かく見ると、必ず全部原子って、つぶつぶでできている。しかもこの空気でさえ、アトムがある。ね、そう。こんにちは。ね、原子でできている。でできている。ね、じゃあ原子は何でできているの？え、ちょっと待って、それ難しい。原子は何でできている？え、待って。知ってるよね。ダークマター。はい。原子は原子。はい。普通の物質じゃないんでしょ、ダークマターとか。あ、そうだ。そうなの。それが、そういう絵だったよね、あのグラフ。あ、ね、元に戻るのね、前回みたいに元に戻りまして。ね、原子の中だよ、今度は。まだ出てきてないよ。はい、一つ言ってくれたのが電子。ね。え、電子？電子？電子が。はい、原子が一つ。電子ね。電子以外は、はい。ねね、なんか、質問ですか？うん、3個。私が質問しています。違う、それじゃない。私が質問しました。電子は何でできていますか？あの3個のつぶつぶじゃないの。そういうことじゃない。それはね、みんな見れてるから。みんな見えてんだよ、この絵。何でできてるの？って言ってる。名前があるから。電子でしょ？電気。陽子。もう一つ。電気。中性子。よし、ね、実はね、あ、はい、分解すると、そう、やったことあるよ。原子の中身ね、だからさっきね、回ってるやつあるよって言ったの、本当は回ってる、実際に 回って見えるわけじゃないんだけど、回ってるって考えても結構うまくね、説明できちゃうので、回ってる絵が多い。ね、回ってるやつがエレクトロン、電子です。電気の子って書きますね。はい、ちょっと日本語で書くのやめます、ごめんなさい、時間がないくなっちゃう。ね、電子、エレクトロンで、真ん中のね、プラマイゼロとの灰色のやつとプラスのやつで原子核っていうんだよ。核って真ん中って意味だからね。原子核、プロトンとニュートロン、これがプロトンが、今言ってた陽子、太陽のように子って書いてますね。陽子、そしてニュートロンが中性子。待って、中国の中と太陽と子。いや、中性の性は、あ、中性、性、あ、性別の性、性別の性、そう、なんじゃい、okay、はい、ね、ちょっと書かないでちゃいます、うん、はい、じゃあなん、このね、この、こんなに原子種類あるでしょ、うん、そうだよ、めちゃくちゃ、それぞれ何が違う、え、何が、待って、あ、 DNA、 あと原子の中に DNA あるの。どっちがどっち、だから DNA の中に、 DNA が原子でできてるんでしょ。うん、前なら、ね、はい、あれ、開けようかな、ちょっと静かにしてもらえるかな、いいですか、うん、手伝わないでいいよ、うん、ね、はい、授業と関係ないことしないでね、はい、はい、何が違うかっていうと、この陽子とか中性子とか電子の数が違うやつがたくさんあるってことね。これはたまたま陽子が3個、電子が3個じゃん、うん、でも陽子がいろんな数あるやつがいるってことです。電子もたくさんあるやつもいるってこと。だから118まであったら電子118個周りにこうやってなんか回ってるみたいなやつもいるってことです、はい、ねえねえ、水にも電子ってあるの？水はなんでできてるんだっけ？水は物質ですか？うん、水物質じゃないの？うん、物質。物
質ってことは物質は何でできてるの？原子。原子の中に電子はあるでしょ。忘れちゃった。ね、あでもいい確認になったね、今ね。はい。ね、この数が違うことによって原子番号が違うんです。原子の種類が違う。面白いね、うん、この数が違うだけで全然違う種類になっちゃうってことだよ。例えば水素と酸素とか言われたらさ、その全然違うものじゃん、うん、でも実際に中見たらこういうやつらの数が違うだけ、同じものでできているっていうのが結構ね、この世界の面白い事実だよね。うん、はい。じゃあこっからがちょっとみんな難しいかもしれないけど、この陽子、中性子、電子は何でできてるの？アトム？わかんない。アトム？アトムの中に陽子と中性子と電子があったよね。そういう絵だよね、これね。オッケー。はい。素粒子きた。素粒子って何？わかんない。素粒子って言った人は分かってるかなと思って今質問したんだよ。素粒子って何？わかんない。なんて言ってる？粒子。粒子。スピークアップ。ね。粒子？素粒子は粒子？うん、素粒子の素って元素の素がも粒子の元となるものっていう意味だからもう粒子じゃない。粒子が何でできてるかのことを素粒子っていうってことだよね、うん、粒子は、はい、じゃあお見せします。あーちゃん、ね、あれ、はい、ね、プロトンとニュートロン、これね、左が陽子で右が中性子です。なんと中に3つなんかあります。なんて書いてある？何がある？ DUUDD クワーカプター。お、そう、Q から始まる。あ、クワーカプター。そう、書いてある。クォーク、あ、ここに書いてある。あ、クォークね、うん、はい、クォークでできています。クォークって何？はい、わかんないけど、そこにこれです。なんで説明していいかわかんない。クォークって何言って、これですね。はい、クォーク。Two quarks up, one quark down って書いてあるね、陽子。アップが、はい、アップが U になってます。プラスとマイナスじゃないの？あ、電池になるね。アップとダウンって言わなきゃダメなの。アップとダウン、日本語でも上クォーク、下クォークって言わない。アップクォーク、ダウンクォークって日本語でも言わないと勘違いされます。OK、意味じゃないから。もう名前だから。そうなの、名前なんだっけ？ね、名前です。ね、U のやつはアップクォーク。ね、陽子はアップ2つ、ダウン1つ。中性子はアップ1つ、ダウン2つでできてる。そう、アップの U ね、UP だからね、アップね。うん、そういうことです。オッケー。つまり陽性子と中性子はある2つのものからしかできてないじゃん。え？ DNA。 なんて書いてありますか？ DNA ってどっかに書いてありますか？あ、クォーク。そうだよね。そう、アップクォークかダウンクォークかからしかできてないじゃん。そうなんだ。そうやって書いてないの？待って、じゃあ、ね、あの真ん中の、大体書いてあることしか聞かないよ。あのもじゃもじゃのやつは何なの？お、あ、すげえいい質問なんだけど、よく気づいたね。もじゃもじゃの波みたいなやつでしょ？そうだよ、うん、あれもね、実はね、つながってと思った。あ、それ気づいちゃったか。後で教えてあげます。なんだよ、先生もわかんないの？いや、わかってるけど、今日は言わないでおこうと思ったの。でも素晴らしい。そういうの大事。これも何かなのかなって思う。結構大事だよね。よく気づいたね。DNA なの？ね。なんで DNA なの？ DNA は何でできてるんだっけ？原子。ね、どっちがちっちゃいかちゃんとね、頭の中で考えるぞ。はい。ね、電気じゃないんだけどね。はい、ちょっと整理するとこんな感じだね。はい、さっきさ、
ゼロが10個ぐらいって 0.0000 とか言ってたじゃん、うん、ね、ちゃんと10のマイナス10乗って書いてある、読むんだけど、それね、知ってる、うん、ゼロが10個ってこと、小数だよ、でも 0.0000001 メートルってことです。え、メートル、メートルで M って書いてある。あ、ほんとだ、メートルなのこれね、うん、あ、すごい。で、さらに原子の中に原子核があって、原子核の中にプロトン、陽子があって、陽子の中にクォークがありました、うん、クォークの中には何があるの？クォークの中、難しいね、クォークの中には M がある。何があるんだろうね。ちなみにね、ほら、電子の中、電子もね、なんかでできてんじゃないか。ハテナハテナってなってるでしょ？うん。実は、空気は何でで、うん、いい発言。みんなで分かってない人もいるかもしれない。空気は何でできてるの？空気。原子でできてるじゃん。酸素とか。これが空気でできてるわけないよね。待って、メントル、でもさ、でもいい、クワークに、整理するためにさ、クワークにさ、外にブツブツあるじゃん。これは、絵が荒いだけじゃない。なんじゃ、はい、で、はい、まだクォークや電子が何でできているかは分かってません。じゃあだから、これらのことをエレメンタリーパーティクル、素粒子って言ってるわけね。粒子の一番元、もうこれ以上ちっちゃいものはないね。よく学校とかでこれ以上ちっちゃく分解できないものを原子とかって習うんだけどね、もう全然ね、原子の中はもう分かってますよね。はい、じゃあまだ分かってないから、まだ分かってないだけかもしれないよ。クォークとかもね、あと数年後にクォークの中何でできてましたとか、電子何でできてましたって言える日が来る可能性はある、うん、ね。でもまだ分かんない。いや、私たちが大人になってから、お願いします。え、自分が調べるんじゃなくて、自分が研究するって言いたかったんじゃないの？違うよ。あ、違うの？自分が大人になった頃に誰かが、そうそう、誰かがってこと。君たちがやったっていいんだよ。いやだって面倒くさいって言おうとしたんだよ、ね。はいはい、興味があることをやってくださいね。はい、はい、じゃあね、でも実は今陽子ね、陽子、中性子、電子だけじゃん、うん、やってきたので、陽子と中性子はクォークでできてる、しかもアップとダウンだけ。でも実際はね、素粒子こんなにあります。はい、左から下に行くとアップ、ダウン、エレクトロン、だから電子、あの3つだけだったよね、今ほぼ全ての物質ができてるものが。でもクォークは6種類あります。アップ、ダウン、チャーム、ストレンジ、タップ、バトム、ね、はい、メンター、じゃんさ、うん、この6個全部合わせたら何になるの？お、そういう話、そう、そういう想像力すごい大事。これ全部合わせたら何になるの？そうだよね。そういうふうに思っておいて。はい。で、でもこの中で、まあ、一応全部読んどいて、じゃあ緑読むよ。エレクトロン、ね。一応 E は電子。その右がミューオン、ミューオン。その次がタウ。ね。そしたらさっきさ、さっきのグラフを思い出して、普通の物質のね、1% 未満は星と何になってたっけ？え？新しいこと。ニュートリノ。ニュートリノって書いてあったよね。うん。うん、これらがニュートリノです。緑の一番下の3つ。電子ニュートリノ、ミューオンニュートリノ、タウニュートリノっていうのがある。え？
あー、なるほど。ってことは、普通の物質たちよりニュートリノのとか星の方が多かったから、ニュートリノ結構多いってことだよね。本当だ。じゃあレプトンっていうグループが一番多いって。おー、賢い。でもちょっと違うよ。だって、だってさ、 1% 未満のやつも 4% 未満のやつあったじゃん。水素とヘリウム、水素とヘリウムはちゃんとクォークとか電子でできてるじゃん。ね、アップダウンとかできてるでしょ。じゃあこのチャーム、ストレンジ、トップ、ボトム、どこ行ったんだろう。え、あれ、チャーム、え、待って、本当にどこ行った。うん、え、待って、あの、 そもそもどうやって見つけたの。え、人類ね、すごくない。え、確かに普通の原子、アップダウン、電子でしかできてなかったのに、どうやってニュートリノに気づいたりとかさ。お、顕微鏡とか、紙を噛んで、え、顕微鏡で何を見る。顕微鏡で物質見ちゃったら原子でしかできてないじゃん。ないじゃん、いないじゃん。そう、でもそうやって思ってほしい。すごくない？人類。普通の物質はちなみにこのオレンジと緑の方だけでできています。待って、じゃあ人類ってじゃあ X 線で見つけたの？レントゲン。なんかそういう発想面白いね。で、このね、左の四角くくくったところは実は名前がついていて、フェルミオン。フェルミオン。フェルミ粒子。フェルミ粒子で全ての物質できてるってことだ。原子以外のやつでさえってことね。で、この右のやつはね、ゲージボーソンって書いてあるんだけど、ゲージ粒子って言って、これは物質以外に力が必要でしょ、世の中って。重力とかさ、ね、電磁気力とか。ね、そういう力が必要だから、力の元となっている粒子も存在するんじゃないのっていう発想。おお、ね、だから、そうか、はい、ここに出てきました。さっきさ、アップとかダウンのクォークをつないでるもじゃもじゃってあったでしょ、うん、私のね言ったやつ。そう、あなたのです、うん、もうね、あなたが一体発見者だったから、だったらあなたの名前がついてるんだけど、もっと単純な名前がつきました。これ今ここに書いてあります。え、青の一番上、グルーオン。グルーオン？あ、あれだったの？ What does glue on mean? あ、どうなるのかと。In English, glue on. じゃあ、のり。のりをつけることをグルーオンって言うね。はい。あ、じゃあ、アップとかダウンをくっつけてるって意味。あ、じゃあ、アップダウンとグルーオンがあったら、うん、なんか作れるんだね。そう、陽子と中性子ができると。じゃあ待って、じゃあグルーオンがなきゃ、グルーオンがなきゃ、作れないって意味、うん、そういうこと。だってさ、糊がないとくっつかないからみたいな。ああ、うん、テープを使えば。お、素晴らしいね。グルーオンって言います。ね。はい、フォトン。青の2番目は、光。光子ってね、光の子って書いてある。光子って言って、それフォトンってね。で、下の2つは D ボーソン、W ボーソンっていうのもあります。これはさ、前のワークショップで4つの力についてやったことあるよね。何それ？え？まあ、知らない人は今日はやめとく。ね、実は弱い力、強い力とかあったよね。弱い角力。強い角力っていうのがあったんだけど、それの正体ね。分かんないのよ。分かんない人は分かんなくて。分かんない。はい。で、ヒッグスボーソン。これ大事。なぜかというと、これが重力の正体かもしれない。かもしれないか。ヒッグス粒子。あ、じゃあまださ、確定。なんかまだそういう、絶対だよね。まあね、これはね、科学者の中では難しいことで、ね、ほぼそれで説明できるなって言っても、どっかで 100% ではないなって思っとかないと新しい発見って生まれないの。ね、
ほぼ全てのことこれで説明できちゃうけど、でももしかしたら違った方が世の中面白いなって科学者たちは思ってます。ね、はい、じゃあ水の中にもグルーオンがあるの？あるよね。水の中の水分子の中の原子の中の陽子とか中性子の中のクォークをくっつけてるやつグルーオンも無限にあるもんね。でもなんで見えないの？見えないよ。だってこれ透明だしさ。透明だしか。それ難しいね。だってさっき今日はその話しないけど、ちょっと考えていきます。虹色見えるはずだ。はい、はい、思い出して今日は何について話したかった？ダークエネルギー。ダークマター。ダークエネルギーの話は、うん、新しい。そうだよね、ダークエネルギーの方が多いんだもんな、世の中、宇宙。でもダークエネルギーのことの方がもっと難しいと思う。うん、まずは暗黒物質ってなんだっていうところから行かなきゃいけなかったんだよね。うん、はい、ちょっと時間がなくなってきたから飛ばすね。私50枚ぐらいスライド今日用意しちゃったんだよ。今何枚？だから、はい、今は17枚。いや見ない見ない。なんで見てんの？まだ17枚だな。そこの中覗かない。はい。あと30。はい。宇宙のどっかにダークマターあるんだよね。暗黒物質。X-ray。どこにあるでしょう？ギャラクシー？ X-ray 天体望遠鏡でしか見れない。うん。見るっていうこととどこにあるっていうことはちょっと違う。ギャラクシー。お。ギャラクシーの中、銀河の中に暗黒物質ってあります。宇宙にたくさんまんべんなく暗黒物質が散らばってるわけじゃありません、ね、例えば地球上にとかに暗黒物質とかないよ。そうなの？でも銀河の中にはある。あ、じゃあ地球の他の部分、銀河の他の部分にあるっていう。そう、太陽系の中にあるかどうかも分かってない。分かんない方が面白いと思ってるの？待って。分かんない方が面白いと思ってるか？さっきの話？科学者はみたいな。違う、見つけられてない。待って。だってダークマターまだ暗黒物質って名前がついてるけど、本当にあるかどうかも実は分かんない。じゃあ分かる。計算上。分かったらノーベル賞もらえる？もらえるかも。あ、ちなみに、お、いい話。ちなみに、これね、フェルミ粒子のクォーク6種類あるでしょ？はい。昔、大学生だった時に、ね、3人の日本人の研究者たちが、ね、クォークは最後まで話を聞きましょうね。はい、ある3人の日本人の研究者たちが入ってます、私。入ってないよ。あなたも昔、彼らが大学生の時に、まあ、大学生だった大学院生だったりね、した時に、論文を出しました。きっと世の中には、クォークが、いる？クォークが6種類しかないはずだって、嘘じゃん。日本人たちが言ったんです。私とアメリカ人が違うわと思う。ちゃんと見て。何種類ありますか、クォーク？あ、6種類。6種類だね。実際、6種類しか今のところない。だからノーベル賞をもらいました。その日本人、ね。え、待って、もしも間違えてたらノーベル賞もらっても意味なくね、ま。もしも間違ってたらもらってないよ。でも50年ぐらい。ね？6つしかないだろうって思ってから50年間ぐらいずっと覆されてないの。どうしてまだ生きてる？生きてる。え、今100歳ぐらいだよ。おじいちゃん？違う。そしたらさ、ギネス世界記録でおじいちゃん。だってノーベル賞もらったってちゃんとね、ノーベルちゃんともらったんだよ。イエーイっつって。でもさ、どうやってノーベル賞あげた人が分かったの？みんなでみんな死んだ？違う、もうさ、世の中に6つしかクォークがないってことは当たり前なのね。うん、そうだよ。うん、だからね、だから誰が6つしかないっていうことを発見したんだろうっていうことで、大学生、その3人の日本人が、この人たちが6つしかないって言わなかったら6つも発見できてないかもしれない。だって今君たちここにあるのアップとダウンしかないんだよ。
チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムまだないじゃん。なのに、あったんだよ。ね、チャーム、ストレンジ、トップ、ボトムあったの。あったもいいそれだけですごくな い, すごい本当に6個だった。ちょっとね、違う授業になっちゃってなってきちゃったから、戻すと、はい。銀河は、ね、渦のスライドなんかカンニングしない。カンニング。ね。はい、実はあれそう銀河はこのように太陽系とかたくさんの星が回ってんだよね銀河って。そうでしょ、うん、ねそうそう。ダークマターは今のところ一応銀河の中のもの不明なやつっていう意味で暗黒物質って呼ばれてる。令和には見つけかもしれない、ね、うん、で銀河はこうやってぐるぐる回ってんだけど、うん、ぐるぐる回る速さってさ、うん、ね、これは水だから水の場所によって違わない？真ん中だと速い遅い？速い速い。外側だと遅い。そうだよね。じゃあ銀河だって重力による渦だから遅い。真ん中は残しいたちは待って真ん中遅い早く回っていて家族が遅い家族は遅いはずなんだけど早かった早かったんだよ。あ、じゃあみんなは早いじゃん。めちゃくちゃ早いじゃん。すごい早いってことは何かが引っ張ってなきゃおかしいよね。はい、真ん中 の, あの銀河の真ん中の星がめちゃくちゃ重いから。でもそれだったら真ん中にしか引っ張ってるのないから真ん中の周りが速くて端っこは遅いはずでしょ。太陽が引っ張ってるの、ね、でも何かが引っ張ってなきゃ風、ね、実際の銀河をね見た時の星の速さになんないと。その引っ張ってる何か見えないやつだがダークマターダークマターいいぞ、ね、見えない何かが引っ張ってるっていうのでそれを暗黒物質と名付けた。ダークマターめっちゃんじゃん。ダークマターなんか目みたい。これ絵ね目みたい。発見されてないんだぞ思い出せ。発見されてないやつ写真撮れるか。え、絵なの上手くない。絵だよまた言ってるこの間も待って絵なの上手くないってみんなすごいめちゃくちゃ上手いじゃん。はい、その話終わり。はい、でもこの絵この絵ダークマターなんかにね、あ、鼻口。ちなみに引っ張ってるってことはブラックホール。重力、そう、重力が強いんだよね。ブラックホール。カンニングしたな。え、カンニングしただろう。え、カンニングしてない。じゃあもっと向こうに行ってください。カンニングしてないよ。じゃあ向こうに行かないと証明できません。自分がカンニングしてない。ブラックホールは、そうなんだよ。ブラックホール真ん中の星が、はい、ブラックホールって重力めちゃくちゃ強いんでしょ。だから真ん中の星が、しかも見えないじゃん。ってことはダークマターってブラックホールかもしれないっていう説もあります。だから銀河の中にたくさんブラックホールがあって見えないし他の星を引っ張ってるから早く回れてる端っこもね、うん、っていう説があるんだけれども。分かったね。ただ後ろに行っててって言った。待って、ダークマターとブラックホールって同じかもしれないっていう説があるよって話。だってまだ分かんないからね。でもね、その後アインシュタインがこんなものを見つけます。はい、これね、地球から宇宙を、地球からじゃない、宇宙にあるハッブル天体望遠鏡から撮った宇宙の写真なんだけど、なんか変じゃない？え、なんで？あ、なんかある。あ、なんかいっぱいある。真ん中になんかある。お、真ん中になんかあるはいいぞ。待って、線があるよ。線がある。お、いいよ。して。線があるよ。え、見えない線が。はい。あ、それか。あ、ここなんか眉毛みたい。ね、はい、これ実は、アインシュタインはこういうの、こういうことに気づきました。すごい。なんかすごい。ね？線があって、なんかこの線もしかして真ん中のやつがレンズで見たように
レンズで何か見るとさ、周りにも映るよね。映んなかった。映るでしょ、虫眼鏡みたいに。なんかこれ映った、虫眼鏡みたいに同じ星見えちゃってるだけなんじゃないのっていうことに気づきました。え、じゃあ違う、ね、実際に宇宙覗くと本当にね、レンズで見たみたいになってる写真何枚も撮れるの。で、これ望遠鏡のレンズがおかしいのかなみたいなね。違う。でも違った。宇宙。違ったの。宇宙に何か変化が起こってるから、望遠鏡でもそういうなんか線が見える。望遠鏡のレンズが悪いんじゃなかった。なんと、光は、アインシュタインは、光は、見るって光だよね。光は、重力によって曲がるって思ってたから、なんか真ん中に、すんごい重力大きいやつがあって、ね、この絵、あって、端っこ見ても、その裏にあるやつがこうやって見えてるだけだ。え？あ、そう。そうじゃん。虫眼鏡の裏の一点が端っこに映って見えるじゃん。そうだね。うん。そう。だからこれをこういうふうに名付けました。Gravitational Lens。重力レンズ効果。すごいな。うん。重力によって光レンズみたいに曲がんの。じゃあ、このね、真ん中にあるこれ。暗黒物質なんじゃないかと。ね。じゃあ暗黒物質だとしたら、暗黒物質はブラックホールでありえますか？いいえ。なぜ？いいえなんだよ。なぜ？ブラックホールだとこういうふうには見えないはずだよ。なんで？光がないから？光を吸い込んじゃうから。あ、そっか。光吸い込んじゃうから、真ん中真っ黒い穴みたいになって、周りに、ね、星が線とかになって見えてたら、あ、暗黒物質、ブラックホールだった、みたいになるね。でも、そうじゃないんだよ。ね、ブラックホールじゃないじゃん。ね、はい。で、正体、今日、ついにたどり着きます。はい、なんで素粒子の話をしたかっていうと、ね、クォークとか、はい、実は今回上がってきた新しい候補はヘクサクォークといって、クォークが6種類じゃないの、クォークが6つくっついた粒子、ね、そう、こいつが銀河の中にのいろんなところにいて、彼らが引っ張ってんじゃないのっていう説が生まれました。でも彼ら重力強いの、うん、そこが怪しくない、はい、そう、別に なんか普通の粒子じゃん、一つのなんか普通の粒子が重力強いみたいなことありえないよね。重力強かったら大きくなきゃダメじゃん。なんか。そうだよね。重くなきゃ。うん、でもこんな6つのクォークしかついてないなんか軽いやつなんだよ。うん、まあ確かにね、うん。そう思ったこの研究者は、確かに、でも中性子星って中性子でしかできてないのに、めっちゃ重力強いなとも思った。だから、この研究で中性子星についても、ね、証明しようとして。なんと、このヘクサクワーク、ヘクサっていうのは6って言うんだからね。6つクォークみたいな意味。待って、うん。ね。じゃあこの黒い。それやらないまだ。今ね。もう時間ない。もう2時になっちゃう。はーい。ね。彼ら重力あるのか、実は、ちょっとだけ教えます。サクサクっと。もう2時になるけどね。はい。物質には状態があるよ。States of matter、うん、はい、物質の3体何？液体、固体、気体、そうです。ね、
solid, liquid, gas. 固体、液体、気体。で、氷、水、水蒸気。そう。はい。いいぞ。はい。で、四つ目もあるの。プラズマ。はい。もしこの気体をもっと熱くしたりすると、なぜか、ね、気体が、それ、気体の分子がそれぞれ、なんか集まって、クラスターっていうのになります。はい。クラスターって、今ね、コロナウイルスでクラスター行くなとか言って、集団って言うんだよ、多分、うん。そう。分子が集まって、で、なんかこうやって光ったりもできるね。プラズマっていうのが第4の状態。でも、今日やりたいのは、このヘクサクワークが、第5の状態になったら、急に重力ドーンって大きくなる。第5の状態知ってる？聞いたことない。ギャラクシー。銀河。こんなちっちゃいのが銀河になるの。はい。実は、ガスを、左からね、普通のガス。ガスを急にめちゃくちゃ冷やすの。逆に。熱くするんじゃなくて。もう、絶対0度ぐらいに冷やすと、なんか重力が、ね、ピン跳ねするやつ、重力がドーンって大きい状態になる。これをね、ボースアインシュタイン凝縮っていうね、凝縮するから。ボースアインシュタイン凝縮っていうのが第5の状態。今日新しいね。はい、もう終わります。そうすると、なんと、やった。ヘクサクワークでも、でも調べればすぐ出てくる。ヘクサクワークでも、重力ある。ある。宇宙は、ビッグバン以来、冷え続けているってことは、ヘクサクワーク冷え切って、絶対零度にすごい近い状態で、銀河の星の間にいるかもしんないじゃん。そしたら、出ました。ダークマター。ヘクサクワークでもいいかも。っていう話でした、今日は。プチプチプチー。ね。OK。はーい。今日はね、ちょっとスライドを多く作りすぎて、っていうか話、まあね、この研究をね、説明するの難しいから、ね、うん、大変でしたけど、はい。いつもは、ちゃんとみんなの話をちゃんとね、聞いてね、別に半分ぐらいで終わったりもするんだけど、今日はライブ配信なので、ダーッといっちゃいました。はい。また火曜日ライブ配信しますので、また、コメントで感想など、チャットで感想じゃないよ。YouTube のコメントのところに感想を書いてお知らせください。え、待って、ありがとうございました。YouTube なんて検索すればできる？マナイジュニア。マナイジュニア。マナイジュニア。ライブなのちょっと見せて。